おはようございます、釣り子 TV です。これ G フォースハンドルっていうことで、エレキね、フットコンエレキの、ワイヤー部分を劇的に強化するお手軽チューニングパーツっていうことで、実はね、先日釣りをしている時に長年使っていたエレキのこうガチャンってね上げるワイヤーケブラーロープ、これがね経年劣化でちぎれてしまって、そこでちょっと前から気になっていたこの G フォースハンドルに付け替えてみようっていうことで買ってきていましたよ。ではでは早速作業の方開始したいと思います。はい、というわけでね、スタートしていきますけども、早速ね、付属品どういうものが入っているのか見ていきたいと思いますよ。前のやつもね、別にもともとついてるロープも弱いってわけじゃなくて、もうほんと長年使ってね、ボートの部品っていうのは結構交換していくものですからね。まずワイヤーが入っていて、で、あ、工具とかも入ってますね。六角レンチとか、あと束ねるベルクロとかですね。はい、六角レンチというパーツ、ね、ここら辺なくしたら厄介そうですね。ワッシャーとかね、こういろいろ入ってますけども、で、あー、これはね、握り込みやすそうな、あ、力入りそうなね、これをギュッとね引っ張ることによってロックが解除されて、エレキがこう上げることができるんですよね。あー、これがね切れちゃうとね、ちょっと浅瀬をまあ半分上げた状態で進んでいく時とかね、ほんとね不便になっちゃうので、釣りの最中にいよいよね寿命を迎えたので、それではね早速エレキに取り付けていきたいと思います。ペンチでねちょっとこうやってほどいていって、ワッシャーとワイヤーを準備します。ここにね、玉っころがついていますね。で、これをこっちから通していく。ワッシャー通して。はい、あとはねこの付属の部品を使って、このワイヤーね、今通したところに引っかかりを作ってね、ハンドルを完成させます。まずこれを通して、で、この穴っぽこにね、通す。で、この横のネジを左右から
締め込んでいくと。反対側の穴も部品が小さいんでなくさないように注意ですね。ここがねずっぽ抜けちゃうと大変なんで強めに。で、スル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 通して蓋して完成。結構ね、説明書通りにやったらものの、10分かからないぐらいでねできたかななんて思うんですけども、これによってこのねワイヤーに変えてまたしばらくね、安全に使えるよっていうことで、で知り合いの方なんかは、まあ、例えば自転車のブレーキとかのねチューブとかね、まあいろいろそう工夫して、要はねあんまり切れないワイヤーでこういう端っこのね止め方だけガチッとね止められるようにあっちの丸っころとねやれば結構ね安くチューニングなんかできるようなんても聞いてるんですけども、まあこのねアメリカのトッププロとかがねよく使ってる G-Force ハンドル、これねぜひ使ってみたいな一度なんて思ったんで、今回はねちょっとお高めでしたけども G-Force ハンドルを買ってみました。じゃあね、早速レンタルボート、ダム湖に行く予定があるので実際どんな感じかね使ってる様子を見ていただければと思います。というわけでいかがでしたか。簡単につけられたでしょうっていうことで、結構ね自分も不器用な方なんですけども、付属の部品がついているので結構簡単につけることができました。エレキのねケブラーのロープ部分ね、だいぶ切れる前にこうほつれてきたりして、こう付け根のところとかよく見るとあれもうちょっとで切れるかなとかね、そういうのねチェックすることができるので、現場でちぎれちゃうと結構難儀するんで、自分もねレンタルボートの大会中にブチーってちぎれてね、あれららららららってなっちゃったんで、まあねちぎれる前にね点検してちょっとおかしいなと思ったらですね、まあ、釣り具屋さんでこういう売っているものとか元々のケブラーを買い直したりとか。というわけで釣り子 TV でした。